自然の創造物の中で最も完璧であって最も傷つきやすいのは人間です。現代世界にあって自分を保護することは人にとってますます難しいことになっています。ですから医学はいよいよ積極的に人を助けることに努めています。ひどい外傷を受けたり、奇形を伴う病気にかかったりした大勢の人たちを治療しているのが、イリザーロフ教授の万能機器です。ウラル山脈の東側にあるクルガン市に、世界有数の研究医療センターである整形創傷医学実験研究所が設立されました。и клинической ортопедии и травматологии. Директор института 所長は圧縮伸長機器の発明者であるエリザーロフ氏です。この機器を取り付ける手術は患者をあまり傷つけず、大多数の場合無血の閉鎖方法を用いて行われています。構造の安定性は砕けた骨の高度の固定化を保証します。骨を通貫するスポークは交差しており、その両端は円、半円、あるいは弧の形をした外帯に固定されます。それらの外帯は心棒でつながれています。固く締めたナットとロックナットが機器に必要な怖さを与えています。エリザーロフ機器が使われ始めてすでに30年になります。計算によりますと、その間にソ連だけで50万人以上の人たちが治療を受け回復しました。しかし自分の無力さのために絶望に陥っていたその人たちに、回復がもたらした幸福を数字で表すことはできません。スベトラーノさんの左足にはまだ手術の跡が見えます。しかし彼女の新しい人生はもう始まっているのです。スペトラーナさんは生まれながらにして身体障害者の悲劇を知らされました。先天性異常で左足が32センチも短かったのです。整骨手術と機器による引き伸ばしの後、足は正常な長さになりました。骨、筋肉、血管、神経、皮膚などの全てが新たに成長したのです。кожные покровы, словом, все компоненты конечности. С помощью аппарата. Итальянский の少年マテオ君は事故で手の指を失いましたが、機器を使って新しい指を成長させています。手首の機能は完全に回復します。世界各地から奇跡を期待する人がエリザーロフ教授のところへ来ています。そして奇跡は実際に起きているのです。この機器の作用はエリザーロフ氏の発見を土台にしています。それは圧縮、また伸長、つまり引き伸ばしの影響を受けてあらゆる組織が再生することです。機器は病気に応じて再生と整形のプロセスを制御する可能性を与えています。この少年は彼の上白骨の無血の整形手術を受け、骨の長さも完全さも維持されました。この少女はエロラヒー・ブラウント病にかかっていましたが、無血の閉鎖手術によって両足のすねの奇形が治されました。手足を希望通りの長さにし、すねに必要な形を与え、無血の手術によって重い奇形を治し、筋肉と血管を成長させ、移植なしに骨の大きな欠損を補うことなどの全てがエリザーロ教授の圧縮伸長機器の使用によって可能になりました。
父は小さい子供にも便利です。軽く運動の障害になりません。この子供たちの多くは機器を取り付けたと初めて自由に動くことの喜びを知りました。手術後数日が過ぎただけですが、もう特殊装置や運動用具による練習、ゲーム、体操を始めています。患者たちは機器を外してすっかり回復する、ずっと以前から正常な生活に戻っています。構造の怖さと砕けた骨のしっかりした固定化によって、手術を受けた手足に普通の人並みの負担を与えることができます。それによって回復期間が著しく縮められています。イリザーロフ教授はある時、この機器を使い始めた時、障害をかけてもその可能性を知り尽くすことができないのではないかという気がした。今はそれを確信していると語りました。実際にこの機器の可能性は無限であり、人体のあらゆる部分の治療に使えます。イリザーロフ機器は治療の目的に応じて組み合わせるようにできている多目的の簡単な部品のセットです。ソ連からのイリザーロフ機器の輸出を一手に引き受けているのは、前ソ医薬品輸出公団です。